今朝は4時半出発をしました。豚さんは寝てました。寝てないよ。今日は昭和総合公園ってところに、うまくするとカワセミくんがいるかもしれないというんで、そこを目指します。まだ街路灯がついております。元荒川です。元荒川を渡ります。高砂川です。おはようございます。うちの66歳のばあさまです。なんとか言え。うちのクソじじいです。うん、クソじじいとか言ってるばあばあ。あ、救急車だった。よく子供連れてきたよな、ここな。どこを見てもじいちゃんばあちゃん。ビデオでうまく映ってないみたいですが、朝日が昇ってまいりました。おー、出た出た朝日。新潟川です。キャンベルタウン野鳥の森です。フルトネ川が見えてきました。オッケー。左側2020年に流行り出した新型コロナ感染症、全世界を震撼させたね。僕の仕事も大打撃だった。幼稚園で卒業ビデオアルバムを作っているのだけど、入園式が6月になるという信じがたい事態になった。それだけではないね。それ以降のイベントはすべて中止。それをビデオで撮って売る商売をしていて、全く売り上がらなくなった。ここでフルトネ川とはお別れで一般道へ行きます。66歳のばあさんです。なんとか言う。今歩いてたばあさんが振り向いた。66歳です。もうすぐ70のじじいです。全く売り上がらなくなる。これはもう絶体絶命だ。それでも溺れるもの藁をもつかむ気分でアルバイトを探したね。確か2月頃だったと思うけど、全くアルバイト募集はなかった。うわせ、うわせ、ああ、降りてくる。あんなとこで喫茶店やった。せ、江戸川に出ました。こうして歩いたの。国が僕のようなフリーランス救済のために支給金給付を始めたね。でも僕には何をどうしたらいいのかさっぱりわからない。
その頃なんとかアルバイトができるようになったけど、とてもじゃないが売り上げをカバーできるものではないね。そんな時だ。なんと僕の息子がやはり新型コロナの影響で失業をした。僕のところに息子夫婦が居候を始めたのさ。さてこの事態をどう思うのか、どう考えるのか。夕方バイトから帰って息子夫婦と、なんと乾杯。自分で何考えてるんだと心の隅で自分の声がわずかに響くのだが、聖書には今日一日の労苦は終わり、明日のことはまた明日心配すればいいという僕にとって誠に都合のいい言葉が心を支配したのを覚えている。新型コロナ自体は深刻なのだが、毎晩愉快な思いをしてしまった。そうこうしているうちにキャンプのボランティア活動に参加していた方から、キャンプじいじ給付金請求したと電話があった。僕はなんだかわからないからしてないと答えたら、なんとなんと教えに来てくれるという。ダメ元で来てもらって教えられた通り給付金の請求をしたのさ。驚いたね。給付金の請求をしてしばらくしたら、国から100万円、県から20万、市から20万を支給してくれた。日本ってすごくいい国だよね。おかげで今の商売はもうダメだと観念していたのに、神様はもうちょっと頑張れと僕には聞こえる声があったのさ。おかげで今無事に生きてるよ。東武野田線です。アーバンパークラインって言うて、さてこの話続きがある。ただでさえ少子化のところにこの新型コロナのおかげで子どもの数がガタベリした。この 1,2 年で取引先の幼稚園にこのことが大打撃となる。当然それにぶら下がっているビデオ屋はもっと深刻な影響が予測できる。さてさてどうなることやら。僕の努力ではもうどうにもこうにもならないさ。すべては神様にお委ねします。アーメン。このことを仏教では他力本願って言うのだそうだ。仏教でもキリスト教でも人生に頼れる本物があるのはいいね。感謝。68歳になっても夢中になって生きてます。果たしてカワセミくんに会えるでしょうか。なんとなく公園には着いたのですが、カワセミくんはどこにいるんでしょうか。うわお、すごいシラサギの群れ。なんでしょうかこれは。今のシラサギくんはここにいるのでした。目的地はここら辺です。いるかな？シラサギじゃなくてなんだっけ？カワセミ。カワセミくん。
各自自分の特徴を生かしてね。だから初心者向けような、あ、だからそういうのはさ、まあ、このビデオもそれが目当てなんだけどさ、あの、要するに全然知らない人が、なんだろう、キリスト教ってなんだっていうのを、なんとなくこういうものなのかなっていう、分からさせたいという。だいたい自分が定かあんまり刺したことないのにさ、信仰って何なんだろうなんてさ考えちゃったりしてさ、なんかちょっとなんかあのはっきり言ってハードルが高すぎるよな。でも何でもそうだけど、深く考えていくといろいろなものが今までと違って見えてくるっていうのがあるんだよ、うんうん、この電動サイクリストで自分が勉強になってるもんね、うんうん、本当に今までなんとなく散々聞かさせられたけど、ふーんって聞いてるレベルだったからさああそういうことの意味かっていうのはなんかいくつもあるよ。例えばさ、見返りを期待しない奉仕って、まあ、ボーイスカウトで必ず教えなくちゃいけない項目でね、あの募金活動とかさ、清掃活動とかさ、やるわけじゃん。あれって聖書の核心でもあるよね。あのいきなりイエス様信じて信じろって言ったってなんかよくわかんないもの信じようがないじゃない。だけど見返りを期待しないで奉仕する意味っていうのを掘り下げていくと神様が見えてくるというのが分かってきたんですよ。あと子育てでなんか自立させる意味ね。日本人はね、子育てでね、子供にね見返りを期待して育ててる。だからあの自立させない、元取ろうと思うから元いや本当本当、私が寂しい、まあ、特に母親はね、自立、まあ俺自立って昔からそれを言ってるわけじゃない。自分でやってきてるし、自分もそうだし。だけどね、見返りを期待する子育てということなんで、自立させないっていうのは、じゃあすごいことを気づいてさ、そうか、このビデオ作り出さなかったらこんなこと考えもしないことだよ。だから見返りを期待しない奉仕っていうものの重要性をやっぱポイントにすれば、その延長線に神様が感じられる。あれは虫だな。カワセミの声どういう感じだったっけかな。もう終わりじゃん。なんだか、ダメ？ほら、もう道路出ちゃう。じゃんじゃん、ここまでやってダメでした。こんな簡単に捕まるわけないじゃん。誰も捕まえるとは言ってないだろ。なはあ、ああ残念でしたこんなもんですよ。近場で面白いとこ勉強したぜベベ荒川橋中川です。古利根川です。